広明ア1月から1941年12月8日は日本の海軍軍人。特殊選考艇公表的帝長として真珠湾攻撃に参加し、戦死した旧軍神の一人。二階級特進により、最終階級は海軍隊員。佐賀県宮城郡朝日村出身。父は小学校の校長を務める教育者であった。宮城中学校を経て、 海軍兵学校入校。疲労は海兵68期で豊田城、坂巻和夫、押渕隆志らが同期生で松永一郎は中学同僧であった。帝府片山兵曹長1940年8月卒業。特殊選考艇搭乗員に選抜され訓練を受ける中、新自湾攻撃に特選の参加が決定し、 疲労は5人の邸長の一人として選抜された。他の邸長は、岩佐直次、横山正春、古野茂美、同期生の坂巻である。疲労は、帝府、片山義夫と共に、伊2 0潜水艦から出撃し戦死した。疲労邸と推測される特選の引上げ兵学校時代の成績は優秀で、体育にも励み、恵まれた運動神経を活かし体操を得意としていた。 ただし、入校当初は、水泳が苦手であった。真珠湾攻撃に出撃する前に帰省を許された際は、母と並んで眠った。出撃直前の疲労は、弁当とサイダーを渡され、まるで、ピクニックと笑っていたという、同期生随一の死銀の名手でもあった。真珠湾攻撃を行った、特選特別攻撃隊には、連合艦隊司令長官、山本五十六から、 感情が授与され、ロ尾らは、軍心とされた。死守文禄は、岩田富雄名で、横山真っを、主人公に、作品、海軍を表したが、ロ尾は、主人公の有力候補であった。山本は当初この攻撃計画に反対していたが、収容の見込みがついたとして承認した。しかし懸念は払拭されず、出撃直前にも、第六艦隊司令長官、清水照美に、 一存で取りやめる許可を与えている。戦死の方を受けて、二種の和歌を読んだ。戦死後、広尾二世七愛、君ご投稿三級が送られた。改名は、忠明院きん、釈義明ありがとうございます。